旅プロカモチャンネル。このチャンネルでは、日本全国の鉄道と空港すべてを制覇した私なりの旅行の楽しみ方について話をしています。今回の内容はこちらになります。まあ、過去の日という、過去のこの日ということで、今日6月24日、まあ、過去にどんな感じの旅行をしていたかということについて、まあ、ざらっと話をしてみたいと思います。まあ、写真と当時の写真を振り返りながらという感じになるかと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、早速写真の方に移ってみたいと思います。よいしょ。はい、これは2001年ですかね。2001年の6月24日の時になります。そうですね。はい。この時なんですけども、ちょっともう前の目的が何だったかちょっと覚えがないんですけども、これは半蔵門のとこにあります、ダイヤモンドホテルというところに泊まって、そこから出かけた時ですね。そうですね。そこから、まあ、ちょっともう駅に直結をしていましたので、そうですね。これが、そうか、赤坂見附のとこか、半蔵門じゃなくて、赤坂見附のところに、まあ、宿があって、で、そこから出かけていったということになります。新幹線乗りまして、多分、これ東京駅の様子なんですけども、これは寝台特急の出雲がちょうど入ってきた頃ですね。まだブルートレインが、まあ、当然現役で走っていた頃でしたので、まあ、朝、東京駅とかに着く姿をよく見たかなと思います。まあ、私はまあ静岡県の浜松市出身になる、まあ、在住してるんですけども、ブルートレイン、だいたい浜松を上り列車が通過するのは、朝の夜中の3時とかそのくらいあたりから、まあ、朝の7時、8時くらいまでの間にどんどん通過していく感じです。で、この出雲については、確かもうかなり午前3時とかそのくらいにもう通過していってしまいますので、実際に走ってる姿っていうのは滅多に見ることができないです。まあ滅多に見ることができないっていうのは、例えば雪とかで遅れてきた時とかは、実際見ることができたなんてこともあるんですけども。まあそんな感じで久々にこのヘッドマーク見ることができました。で、この日は上越新幹線に乗っていきました。これはもう、200系っていう、もう今では走ってないんですけども、まあ、東海道新幹線でいう0系によく似た形の、0系というか100系にも似てるのかな、まあ、そういう形の新幹線になります。で、これで上毛高原まで行きまして、で、そこから在来線の沼田の駅かなあたり、沼田か、そこら辺の駅まで行った記憶があります。で、この時は確か、まあ6月ですよね。6月ですので、尾瀬に行く人たちというのが結構多くいまして、このバスも鳩町峠というとこですので、まあ、鳩町峠まで行くということですので、もう本当に、なんていうのかな、ハイキングする姿の人がたくさんいますもんね。まあ、そんな感じでにぎわっていました。まあでも自分は上毛高原が沼田かな、そちらの方に行くバスに乗ったので、こんな感じでガラガラと。まあ下も床が木ですもんね。風情のあるようなところを通っていきます。そっか、これも谷川岳に向かうバスかな。で、これで降りたところが土合の駅前のバス停で降りまして、で、ここから、まあ、土合駅から在来線に乗るという感じのことをやりました。この土合駅、今もこんな形の三角屋根が目印の駅になっています。まあ、この駅非常に有名でして、まあ、有名になるのはいくつか理由があるんですけども、上りの方はこの地上のところにホームがあります。で、下りはと言いますと、実は下りは、
下にあるという感じです。まあ、この駅自体はもう本当に海抜665メートルと非常に高い位置にあるわけなんですけども、下り方面は実は、新清水トンネルという、まあ、有名な小説がありますよね。川端康成の。トンネルを抜けると雪国であったと。まあ、雪国の書き出しのとこですけども。まあ、そのトンネル、まあ、当時はそのトンネル、清水トンネルという別のトンネルなんですけども、まあ、この新清水トンネルというのは、そのトンネルの中に駅があります。そこに書いてある通り、下り、まあ、長岡に、新潟かな、新潟、新津って書いてあるのか、新潟かな。方面の列車は地下ホームまでの連絡時間が約10分ということですので、発車の10分前に改札を締め切らせていただきますというふうに書いてあります。これを振り返ってきたところなんですけども、要は改札のところまで140、ごめんなさい、462段の階段を降りていくということになります。これは上から見た下へずっと降りていく姿になります。まあ、ちょっと古いカメラですのでブレてしまいましたけども。ということで、この駅は338メートル462段ある非常に長い改札に向けての階段ということになります。ですので、下りホームまでの間に70メートルの標高差がありますと。ですので、降りていくだけでも結構大変。逆に、まあ、下り列車で来て、で、ここからずっとの階段を登ってきて、土合駅の、まあ、地上の方に出てきて、まあ、バスに乗り換えるとかいう人もいるかと思うんですけども、もう、登山慣れしてない方はもうそこでバテちゃうぐらいな。まあ、登山好きな方はちょうどいい足慣らしぐらいな感覚で来られるというふうに聞いています。まあ、実際これが一番下のところから上を見上げた様子になりますけども、まあ途方もない数になります。で、ホーム、これはこの下りのホームになるわけですけども、まあ、こんな感じで真っ暗。まあ一応蛍光灯はちゃんとついていますけども、で、中は当然地下鉄とかと同じような感じで、まあ、風がヒューと山の風が吹いている。まあ、そんな感じのところです。まあ、明かりがない側の方まで行くと、このくらい真っ暗です。まあ、そんな状況で、普通列車がやってきまして、乗っていきます。まあ、私と同じような感じの考えを持っている方もいますので、結構ここは乗り降りもあります。まあ、ダイヤは、この区間ですね、非常に少ないんですよね、正直。水上から、まあ、越後湯沢までの間っていうのは、1日に数本しか電車がありませんので、なかなか大変なんですけども、下りと上りをうまく使っていけば、まあ、まあ、下りできて階段上がっていくとか、まあ、その逆もありなんですけども、そういうことをする方は結構いらっしゃいます。で、トンネルを抜けていきますと、最初の駅がこの土たるというところです。まあ、夏はいいんですけども、冬場、私も随分前に行きましたけども、その時は朝、まあ、この土たるの駅のところでドアが開きますと、まあ、ドアは開いたんですけども、雪の壁に覆われて、まあ、出口がないと。まあ、そんなようなところがありました。で、越後湯沢まで移動しまして、ここから北越急行に乗っていきました。で、これで直江津に向かいます。まあ、ワンマンの快速列車に乗って、で、これは逆に方向から来た、当時走っていた白鷹号ですと。まあ、そんな感じで、ちょっとまた飛ばしていきますけども、で、これで直江津まで向かっていきましたと。
で、これが何で撮ったかわかんないんですけども、多分臨時で来てた、まあ、アルファリゾートのかな？アルファリゾートエクスプレスって昔の165系を改造した電車になるんですけども、ちょうどこれが止まっていました。で、ここから乗っていった、北陸本線に乗っていったんですけども、まあ、乗った電車が419系という電車になります。これは、その昔は583系という電車の三段型の寝台電車になるんですけども、で、それを普通列車に改造して走っているというものになります。まあもう今廃止されてしまいましたけども、まあそういうのが東北本、まあ主に走っているのが東北本線の黒磯から北とか、あと、まあ、この北陸本線。で、あとは、長崎線かな？長崎本線とか。で、こういう感じの電車が走っていました。まあ、今ではどこでも見ることできませんけども。これ見ると、大体三段寝台の形がよくわかるかなと思います。と言っても、まあ、これだと二段かなぐらいになるんですけども、座席のところがいわゆる下段になりまして、で、ここに今収められているのが中段です。で、さらに奥に下段の、あ、じゃあ上段の寝台部分が収められているという、まあ結構変わった形になっています。で、ここのな、直江津の駅で、このタラ飯とホテルハイマートが販売してますけども、この駅弁を買って中で食べていきました。まあ、これは個人的にはおすすめで、結構自分が食べた駅弁の中ではベスト10には十分入るぐらいの感じかなと思っています。で、ここからも結構実は厳しい路線ですね。これも同じようにトンネルの中に駅がある筒石という駅があります。まあ、こういったところを通りながら、ほぼまあ、親知らずとかも通っていくんですけども、本当トンネルばっかりな区間を走っていきます。まあ、この当時はこんな切符を買っていきました。で、糸魚川に着きまして、で、ここから南小谷までは大糸線の電車じゃない、気動車の区間ですので、キハ52という、まあ、これももう今じゃほぼ走ってないのかな、そういう1両の列車に乗っていきます。まあ、糸魚川はもう新幹線が今止まるようにもなってしまいましたけども、19年前はこんな風情でありました。まあ、キハ52っていうのも非常に古い、まあ、ダブルエンジンの両運転台の感じの列車ということで、まあ、結構希少価値が高かったかなと思います。まあ、ただ大糸線のこの区間は非常に赤字路線ということもありまして、もう列車のホームを見てもわかるように非常に止まれる両数も少ないちっちゃなホームばっかりになります。で、ここを流れる姫川かな？姫川がまあ、いわゆる暴れ川という感じですので、よくこの区間は大雨とかで止まったり、まあ、あと土砂崩れの影響で運休になったりということがしばしばある、まあ、そんな場所であります。まあ、この日も雨上がりということで、結構川が濁流になって走っていました。途中、この北小谷までで、折り返すような電車とかもあったりしました。電車じゃない、列車があったりとかもしました。まあ、この辺りは、これ乗った当時も確かその前に1回災害で、水害があって、で、その後改築してっていうのは、確かそんな印象があったと思います。で、まあ、南小谷まで着きまして、で、ここからまだ当時は現役でしたスーパーズサに乗って動いていきます。まあ、スーパーズサも1日に何本かこの大糸線に乗り入れをしていまして、2本、1本か2本かですけども、で、まあ、そのうちの1本がこの南小谷まで来ています。
まあ、見てわかるように非常に細面な感じの車両ですよね。で、まあ、ここからまた乗っていくわけですけども、近くの郷土館とかにも立ち寄ってったのかな。で、この自由席。まあ、当然南小谷から乗る場合はほぼガラガラです。で、途中の、まあ、白馬とか上白とか、あと信濃町とか、そういうところから多く人が乗ってくると。まあ、そんな感じでどんどん移動をしていきます。まあ、少し天気は回復はしたんですけども、晴れ間が出るほどではなかったかなというところですね。途中こんな感じで湖の脇を通ったりということもあったりするので、まあ本当晴れてるときは、北アルプスとかの眺めも見られるのでいいのかなというふうに思います。で、そんな感じで松本までやってきまして、まあここまで来るとだいぶ天気が良くなってきましたかね。まあ梓川とかも通って、で、行きながら松本に到着します。これは当時新型になった257系ですね。まあ、今は現役です。で、ここから、まあ、さらに中央線をどんどん東に向かいまして、これは多分見方からすると諏訪湖ですね。そして、ね、上諏訪のところで、まあ、ここで豊橋行きってありますけども、これは JR 飯田線です。まあ、ここからだいたい6時間、7時間ぐらいかけて、豊橋まで90いくつかの駅を止まりながら行くという、まあ、非常に、まあ、レアというか、乗ってると疲れる電車になります。まあ、これも当時、この車両から見ると、119系という、今ではもう走ってませんけども、まあ、そんな電車が走っていました。まあ、引き続き走って八ヶ岳とかを、まあ、遠くに眺めながらですね。まあ、どんどん下がってきまして。多分これが富士山かな。富士山が遠くに見えます。で、甲府まで来まして、で、ここから特急富士川に乗っていきます。特急富士川に乗り換えるということですので、身延線ですね。こちらに入っていきます。特急富士川は今もこの373系という電車。まあ、かつてで言うと、ムーンライトながらっていう快速、夜行の快速が東京大垣走ってましたけども、それと同じ車両になります。まあ、だいたいここはもう自由席乗ればほぼガラガラとも言いませんけど、空いてますので、十分座っていくことができます。まあ、逆に、甲府のて、えー、これは普通電車ですけども、まあ、甲府からどこら辺かな、梶賀沢口ぐらいまでは、まあ、甲府のいわゆる市街地になりますので、結構乗っている人が多くいらっしゃいます。で、身延に着いたりとかしながら、で、これ多分小淵沢で買ったと思うんですけども、高原野菜とカツの弁当という、まあ、これも有名な駅弁なんですけども、こちらを途中車内でいただいていきました。まあもう見ての通りですけども、まあ結構野菜が多く入ってるっていうのが特徴ですよね。まあこんな感じでご飯よりもまあおかず多めというところでした。で、山を下りながら、これも違いますね。で、これで静岡まで来て、で、静岡から浜松まで新幹線ということで、この甲府から静岡までの自由席特急券が半額になるという、いわゆる新幹線の乗り継ぎ割引なんですけども、まあ、こういったものがありました。そこから、じゃあ次、今の写真からいきますと、これ2002年の6月ですね。よいしょと。これはオーストラリアに行った時ですね。社員旅行でオーストラリアに行く機会がありまして、で、その中の一日の様子ですね。実はまあオーストラリアに行った時、途中の日に、まあ、砂漠のところでそのカメラを落っことして使い物にならなくなってしまいましたので、
まあ、あんまり写真が残っていませんと。これは一人で買って、一人で、なんかオプショナルのツアーに申し込んで、コアラを見に行った時のものですかね。とか、まあ、いろんなものが出てきましたね。ちょうどこのオーストラリア行った時は、サッカーのワールドカップやっていまして、確かこの時にロシアに勝った日かな？だったような気がします。はい。今度また次の、またこれ別の年ですけども、これは大井川鉄道に行って、トラストトレインという、まあそういう、いわゆるまあ鉄道好きな、まあいわ、NPO みたいなものがあるわけですけども、そういうところが運営というか、持っている列車を走らせようという、まあそんな取り組みに乗ってきました。確か、この時はトラストトレインで、SL か客車を清掃して、で、列車に乗ろうとか、そんなツアーに確かまたがったかなと思います。まあ、そんなこともありましたので、まあ、客車も本当にこういう旧型の客車が何両かあります。まあ、今、傷みが激しいということで、もう走ってないみたいですけども、まあ、そんな思い出があります。これが2006年ですね。で、これは台湾に行った時の話、写真ですね。またこれはちょっとどっかで、ちょっと話をし、別枠で話をしてみたいと思いますけども。そうですね。これは、あれか。これも社員旅行で行ったんですけども。で、自由行動の日に、今一人で抜けてきまして、で、台北から、まあ、高雄まで来て、で、まあ、帰っていったと。多分、先に、新幹線に乗って、で、そこから在来線で帰っていったかなという、そんな記憶があります。そうですね。これで、最初、もう日帰りで台北まで最後戻ってきたという、感じですね。2012年、今のが2011年ですね。これでは2012年の時は、これは多分博多のメモリーズかな。そこでライブを見た後に帰り道というところですね。2015年、これは多分沖縄に行った時ですね。はい。で、これはもう今廃止になった JR 三江線という、まあ、島根県の江津と広島県の三次の間を結ぶ、まあ、長いローカル線なんですけども、で、それ、もう廃止の噂というか案内が出ていましたので、まあ、それを早めに乗り終えておこうということで行ったのがこの時の様子です。で、これ、スタートの駅が実はですね、途中の駅に、川戸という駅になるんですけども、この駅の駅前旅館に実は泊まることができましたので、この前の日は確か最終列車まで列車を取っていたりとかいうことをしてました。で、まあ、始発の列車に乗って、三次まで出て行ったという、まあ、そんな流れになります。で、そこから広島に出てきて、まあ、お好み焼きとかも食べながら、あとはそうか、あと JR 可部線の、一旦廃止になった区間のところから、この安芸亀山というところまで復活したっていうのがあります。で、この区間に乗ってきまして、で、お好み焼きを食べた後に、今度は新岩国まで移動をしてきて、で、まあ、一駅また広島まで来て、で、広島メモリーズでライブを見てたという、まあ、そんなことがあります。あとは2018年の時は、これはライブですね。はい。そうですね。2018年の6月は、ライブを見に行きました。まあ、中の写真は全然ないんですけども、まあ、この時は、メイさんかな？メイさんっていう、アーティストさんが、
まあ、この日をもって活動を、まあ、一旦中止するということがありまして、で、それのライブに見に行こうということで来ました。で、まあ、最近ずっと応援してますけども、阿部静香さんとか、あと宮崎愛理さんとか、瀬戸かすみさんとか出てますので、まあ、そういう人たちのライブ、一度に見ることができるということもあって、で、これに確か行ってきたという記憶があります。かなり早い段階で予約をしたかなというところです。まあ、そんな感じで、だらだらとちょっと話をしてみましたけども、まあ、こんな感じで、結構、やっぱり旅行してますね。22年分、21年分のデータが残ってますけども、まあかなり旅行してるなということが分かりました。また夜あたりにちょっと台湾の話をここでしてみようかなと思っています。はい、それではちょっと長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。